おはようございます。庭で家庭菜園をしているケントです。今朝はミニトマトの誘引に使っている物干し竿の増設を検討していました。その前に日課のミニトマトの収穫をします。さあ行くぞ。このミニトマトは6月11日からほぼ毎日収穫ができています。今年は愛子と純アマという2品種を植えましたが、うちの庭には愛子が合っているようです。今はミニトマトの誘引は近くの物干し竿を使っています。うちの庭ではこの誘引方法が日当たりから考えても調子良いですが、同じ場所で植えて育てると連作障害が出ますので、今後のことを考えて物干し竿を延長しようかと考えています。物干し竿の長さは 3.5 メートルから4メートルぐらいあります。今の場所から西側へ物干し竿を1本分だけ延長するとちょうど良い感じにトマトを植える場所も確保できそうなので、今後は具体的な方法を考えていきたいと思います。防虫ネットの中は種から育てているサニーレタスです。去年も育てたんですが、アブラムシが大量に発生したので今年はやめようかと思っていましたが、防虫ネットで効果があるかもと思い少し育てています。今のところ防虫ネットとネットの上から木柵液で虫除けという二重の対策をしています。今朝は防虫ネットをめくったついでに中にも木柵液を散布しておきました。この動画は撮影から動画編集まで Android スマホのみで処理しています。最後までご視聴ありがとうございました。